ナマステ、皆様こんにちは。今日はガネーシャカウトバムの4回目です。いよいよちょっと難しくなりますよって申し上げたところなんですけれども、まず手をやってしまいますね。いいですか？手はずっとパターカです。これは変えないでください。いいですか？そして最初に大ガネーシャ様っていう感じで上に手を上げます。でその時に最初は左から行きます。ここがポイントです。普通は右から踊ることが多いんですけれども、ここは手は左から行きます。左側のガネーシャ様のお腹、これはお腹を示します。今度は右側、お腹。皆さんご存知のようにガネーシャは頭がゾウさんで下半身がすっごい太った人間なんですね。甘いものが大好きなのでお腹がボコッと膨れてます。そのお腹がドーンと突き出た様子をここでやります。ここからドーン。で手はお腹の下のところで支えるような感じに持ってきます。いいですか？ここまでですね。いいですか？左からお腹、右からお腹、大きなお腹、そうなります。覚え方があります。左のお腹、右のお腹、大きなお腹。今度は右に倒れます。このまま、手はこのままで1、2、3っていう風になります。いいですか？左のお腹、右のお腹、大きなお腹、1、2、3。今度は左からじゃなくて右からやります。右のお腹、左のお腹、ここは同じです。大きなお腹。今度は左に倒れます。1、2、3。これをちょっと左側から右側までやってみましょう。左のお腹、右のお腹、大きなお腹、1、2、3。右のお腹、左のお腹、大きなお腹、1、2、3。こうなります。この手をしっかり覚えてください。次に足がつくとちょっと難しくなります。よろしくお願いします。